最初のシミュレーションからするとどこの店舗も2倍ぐらいの数字を出してて、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今回はハートネイル小原社長と島崎さんに来ていただいて近況報告ですね。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、どんな感じですか？いい感じですよね。そうですね、いい感じに進んでますね。今、加盟が決まってるので全部で120ぐらいになりましたね。はい、ついに100を超えて、ちょっと心配してた研修からのオープンっていうのもねあったんだけど、飲み会とかやってるのを上げてくれてるから割とマメですね。ある程度そのエリアっていうのも、決まってきたので、各地域で、今年中に1回飲み会を開こうということで、東京、大阪、広島、名古屋で今、はい、やってきました。まあそういうのは大事ですよね。でもこれも大事だからとか、はい、これをやった方がいいですよって言ってやるんじゃなくて、進んでやっていただいてる感じがするんで、はい、もう普通に楽しいですね、うん、やっぱりオーナーさんと、はい、お話ししてたら、うん、だからその感じがあって、はい、まあ、それが SNS とかに上がって全体にいい感じになってると思いますよ。広島とかすごいでしょ？広島すごいですね。あのいい感じで、1店舗も1店舗オープンしたね、はい、もうオープンしてるんですけど、オープンして、初日から席数はまだ少ないんですけど、稼働してる中ではほぼ満席でもう埋まってるっていう状況なので、まあ、いい感じかな。席数何席？1席で稼働して、はい、一席ですね。これから増やしていくって感じね。あ、そうです。スタッフ増やすのと同時に席も増やすっていう、はいはい、感じです。他なんかいい話は？ちょうど名古屋のオーナーさんと名古屋メンバーでご飯会だったんですけど、名古屋も 2,3 週間前ぐらいにオープンした店舗があって、うん、ね、免疫店なんですけど、うん、そこもほぼ2席満席っていうのが、うん、続いてます。だからほぼほぼもう稼働 100% ぐらいに。それは開店前の集客っていうのをかなりカチッとやってんの？本部が、言ってることをきっちりやってくれてはるので、それにまたちょっとプラスアルファ、ちょっとアレンジというかも加えてされてるっていうところなので、まあ、でもホットペッパーのね、はい、一番安いプランとかでも来るっていうような、そういうところだったから、全国ホットペッパーが効かないとこはないと思うんで、うん、順調ですね。どこの店舗もオープンしてから大変素晴らしいと思いますけど、うん、嬉しいです。島崎さんどうですか？最初のシミュレーションからするとどこの店舗も2倍ぐらいの数字を出してて、フランチャイズチャンネルの影響なのかなと思う。いや、まあ、最初のシミュレーションっていうのは、まあ、アントレ的に高くするんではなくて、フランチャイズチャンネル的に低くしろっていうね、そういうのでやってるから、そうしてるから今みたいな話ができるじゃないですか。回転してすぐに一気に黒字になるもんじゃありませんと、うんうん、言ってるから。でもそれを倍を上回っていくって言ったら、やっぱそのやる気になるじゃないですか。そこがやっぱ一番大事だから、最初ねいいこと言っちゃうとそれのね7掛けだったとしても不安になっちゃうじゃないですか。最初はまあ4掛けぐらいで考えてくださいって言えば、いやちょっと頑張ったらそれが7になったとしたら全然違うから、最終的にはオーナーさんのやる気だから、うん、オーナーさんのやる気でスタッフのやる気、この人たちにやってもらうんで、そこだけ考えてたらいいよね。3ヶ月から4ヶ月で黒字化っていうのを、直営でも、最初のフランチャイズ FC 店でも想定してたんですけど、うん、今で言うと初月からの黒字も出てきそうな感じね、うん、そのぐらいでいいですね。前転あの初月から黒字ってなるとまたね、これは何らかのおかしいことが起こってるんですよ、はい、うん、立地だっていいとこがあるし悪いとこがあるし、うん、スタッフの人だって、はい、いろいろいるから、はい、ちょっとばらつきはありながらも3ヶ月で黒字っていうモデルだったんだけれども、初月から黒字っていうところもちらほらありますよっていうぐらいがちょうどいい。いろんな集客方法を編み出してもらってて、オーナーさんたちで、うん、エキスパートの集まりになってきてるなと思ってます、うんうん。もう各地域で飲み会とかを、知ってる中でも、やっぱりそのハートネイルの方向性っていうのを、うん、私の口からもう絶対日本一は絶対取りたいんだっていうことをオーナーさんにこう熱く伝えるんですが、皆さんもう絶対一緒に取ろうっていうあの方向性、同じ方を向いてやってくださる方ばっかりなので、すごく楽しいですね。一番僕が心配してたのはだからスタッフが集まるかの方なんで、研修にねこう未経験の人がで2週間とかそれで巣立ってくれるか、その率とか、うんうんうん、集客は僕は そこまでね周りに聞いてて、開けたんだけど全然お客さん来ませんっていう風にはならないとは最初から思ってたので、まあ、直営が10店舗やってるしね、あとはそのオーナーさんとうまくやれるかっていうのがやっぱり一番だったから、意外と島崎さんもいい方向の、ね、いい方向にこう出てると、その味がね、はい、意外とファン増えてるもんね
そうなんです、あの変な人って放送してくれてたので意外とまともじゃんっていう変な人の中にもいろいろいるわけですよ変な人なんだけれどもむちゃくちゃ天才みたいな人もいるわけじゃん。変な人なんだけどまあ割と仕事するしね、遊び人っぽいじゃん、見た目が遊び人っぽいからサボるのかと思うけどそうじゃないところがいいところ。サボりは絶対しないですね。でしょ、世の中の仕事してそうでサボってるやつの方が大半なんだよ。遊びが好きそうで仕事がより好きっていうね、なかなかこういうのがこう伝わってきたんでいい感じになってきたかと思うんで、はい、じゃあ今回はこんなところで。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい、